はい、もう1個の資料ありますかね、ありますね、ここにですね、はい、人事総務の担当者のための社内規定と就業規則の改定という資料ですね。ということで、はいまあ、ちょっとですね、あの休憩は1時間たったらあの入れていきますので、はい、第2のテーマに、まあ、そろそろ、ね、移っていきたいと思います。でまあ、ここでで、ね、ののテーマで扱うのは あのまあ、働き方改革で4月1日から、まあ、社内で何を変えなければいけないのかってことは、ね、皆さんねうすうす感じているかなと思うわけなんですけども、まあ昨日ですね労働基準監督署に電話をしてちょっと聞きたいことがあったのでねあの電話をしましたで、えー、っと4月1日からですね労働条件の明示が変わるとメールでいいっていう通達がね、えー、っと規則がねなんか出てたけれどもええー、あれって いいんですかって聞いたら「なんかそうらしいですね」と <laughs>「そうらしいですって分かんないから聞いてる、そうらしいですね」って「分かりました」それで電話切っちゃったんですけどなんか私たちもまだはっきりとは分かってないんですよねあそうなんですけど俺が聞きたかったのは PDF できちんとつけなきゃいけないのかただメールでなんかね LINE とかで出してもいいのか聞きたかったのよ。でもね、分かんないだし、ま、だしまそこは。 はい、だから、まあ、ちょっと皆さん知,知ってる人いる知ってる人います ?LINE で出していいのかなまだ分かんないよね、そこね。はい、ということそういうことを聞こうと思ったのよそしたら、まだ分かんないということでね、まあ、おっしゃったのでじゃついでながらと言ってもう1個聞きました、ついでながら平成の31年の4月1日から、サブロク協定の雛形が変わりますで、まあ、前回のここは、えー、とこの競技、ね、講座でやりましたね。 前回は具体的な会合ということで新協定の書き方をやりました、はい、でそれについて私が質問したのは新・サブロック協定に関しては中小企業常時300人以下資本金3億円以下、ね、金融保険不動産小売50人以下とか、ね、卸業サービス業が100人以下、まあ、こういった 一定の中小企業に関しては実ははいこの、えー、新しい労働時間の基準は1年遅れの適用になるんですねそこで困ったのがはいサブロク協定の帳表が変わっちゃったので中小企業の方も新帳表を使うべきなのかいやいや前の帳表でいいのかということがわからなかったので 聞いてみました昨日、ね、そしたたそらどっちでもいいという、ね、話ですよねどっちでもいいってことは前のでもいいとどっちでもいいって言ったんだからどっちでもいいんだよね前のでもいいとあそうですかというふうに伝えておきましたと、はい、このような形で今後いろいろと皆さんの中で疑問点が人事総務の方は出てくると思われます今日はそれを若干なのですがねまとめてあとはですねちょうどですね あの最初にその通達が出たのがこの、まあ、これは、ね、皆さんのお手元にありません、後でお披露しますけえー、っと通達がです、ね、平成30年の9月7日に、はいまあ、通達が出まして、次に出た通達が遅かったんですよ、それがです、ねえー、っと12月28日だったので、とレジュメ原稿間に合わなかったので、ちょっと載せてないんですね、だからこれもちょっと私の方でです、ね、大事な点ね、えー、伝えたいなと思っておるわけですね。 はいということで、それではですね徐々に入っていきましょう、はい、まずは1ページを開いてください年次有給休,休暇の年5日以上の強制取得制度とはいじゃあ、まず聞いてみましょう強制5日以上の強制取得制度知っている方どのくらいいらっしゃいますでしょうかはい大体知ってますよねでは、就業規則変えた会社どのくらいありますか

ないしタイタミング、はい、ということでねあのよかったと思います、はい、そしてですね、まあ、なぜね私が就業規則のかこ,、ね、この改正がいるのかというと実はですね、はい、就業規則の改正が必要だと通達に書いてあったのを発見してしまったからですね、はい、だからは言ってるわけでということはここにいる皆さんの会社まあ多分ね今日何何時、ね、100人弱ぐらいいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、就業規則改正を考えておいてくださいで 次、改正するときでもいいので、ついでながらやっちゃってもいいしということですね。はい、じゃあ、見ていきますよ、まずは、まあ、年次有給休暇の付与日数が、まあ、10日以上である社員に対し、とこれ分かりますよね、はい、じゃあ、10日以上じゃない社員というのは、まあ、例えばパートさんなどの比例付与の人たちですね、はい、比例付与の人たちですね、はい、対して、はい、時期を指定して取得させなければなりません。 はいじゃあ皆さんに聞いていきましょう。皆さんの会社でパートさんがいる会社どのくらいでしょうか。パートさんがいる会社。はい。パートさんも有給管理を行っており、比例扶養による扶養を義務付けているどのくらいの会社ありますか。パートさんの有給管理がいまいち曖昧になっている方、ちっちゃく手を挙げていただいていいですかね。はい、それ気をつけてください。今回からね。なぜかと。それは。 通達にありましたけれども平成31年の4月1日以降は帳簿が増えます今までの賃金台帳労働者名簿出勤簿などの臨検対応の際に出す帳簿に、はい、有給管理簿が入ります。よって有給管理簿は10日以上発生しているかどうかを確認します。ということはパートさんが A さん B さんいたら この人は銃発生しているのか銃発生していないのか、はい、確認しなきゃいけないんですよだからパートさんも含めて有給管理簿をつけるということですよね、まあ、内容に関してはネットとかをちょっと参照していただければなと思います、はい、だから大事なのはここなんです10日以上発生しているかどうかを確認するにはどうすればいいのかということですね、はい で比例扶養ってご存知でしょうかね、まあ、社労士の勉強している人は当然なんですが、それ以外の方で、あの比例扶養を知ってる方、どのくらいいらっしゃいますでしょうか、比例扶養制度、はい、じゃあ,あんまり聞いたことないという方、どのくらいでしょう、比例不要、いらっしゃいますよね、はい、比例扶養というのは、はい、ちょっと書きましょうかね、ね30時間未満、30時間未満。 かつ四日以下ね。これがパートの。比例付与ですね。比例付与。はい。だから。三十時間未満かつ四日以下の方パート三で。この方は。はい。第一回目の六ヶ月後の付与が十日になりません。十日になりません。はい。だけれども。 年数を重ねていくと10日の人と10日じゃない人に分かれてくるんですよだから私が言いたいことはもう分かっていただいたと思うんですねつまり今回の強制5日制度が発生する人っていうのはパートの場合は分かれるんですねこれが10日以上パートと10日未満パートに分かれますのでここは はい、だから10日以上発生したパートに関しては強制5日になるんですよ。わかりますか言っている意味今回枠としてね、はい、だからそこを見るために何を見るかというとだから有給管理簿ねそれが臨検対象になるということね臨検というのはわかりますか監督署の検査ね監督署の検査ね監督署の検査ね はい、ということですね。はいだから、パートさんが2つに分かれて、はい、もし10日以上の方だと、その人に強制移日してないと、法律違反、これ、罰則付きだって知ってました ?30 万円以下の罰金で大したことないですけどね、まあ、いきなり罰金取られませんけれども、注意されるだけですけども、はい、一応そういうことになりますのでね、注意していただければなと思うわけですね。はい、ということでね。 まずそのあたりの、何て言うんですかね、ええー、労務管理ですね、やっていただくといいと思うんですよ、特に私が今、気にしてるのはあの、パートさんが多い業界の方あの、地元のスーパーさんとかですね、まあ、ファミレスの方とか、パートさんが多い方で、ね、パートさんはね、休んでいただいて、その間の時給を払うわけですからね、誤解してる人、がたまりますからね、ただ休んでもらえばいいと思ってるんですね。 パートさんだって休んだららお金ありませんんからね。はい、休んでいただいてお金払うんですから当たり前の話なんですけどね、はい、でもそれがあの世の中では当たり前じゃないって誤解されてる方もいるのでねはい、じゃあ次ですよ今度は右側ですねそうしますと有給休暇の付与日数が10日以上である社員に対し年5日の強制取得が義務付けられるようになっていますと1年度において取得日数が5日未満 はい、取得日数というのは自分が取った取得が5日未満の労働者についてはその差となる日数を時期を指定して取得させなければならなくなるとでこれいつからかというとねこうです平成31年の4月5日以後基準日から1年以内ね三3 1年の4月1日の 以降に発生日が来てそこで伊0日以上発生してからそこから1年間ということですねはいじゃあ次ですよ今度は違反した場合は30万以下の罰金刑に処せられますなお対象となるのは2019年4月1日以降発生分の有給休暇にすだから今取得している分は関係ないからね今取得している分は関係ないからねはい 必要な管理体制と、はい、個人別の有給の取得済み日数と残日数の把握できる、まあ、誰が管理するのか誰が管理するか多分給与計算ソフトの方で出てくるんじゃないの有給の管理体制あのー、給与計算ソフト会社の人いますか知ってませんかどなたかこういうの開発してるってまだ分かんないですよねそんな都合よく皆さんの中にいるとは限らなすね、はい、多分やってらっしゃると思います。 はい、では次ですよ、今度は就業規則記載で年次有給休,休暇の管理は一,時一元的に人部で行うがその情報は各部門の通属空調が共有するとかね次です、まあ、付与日、はい、でからのい1年間で5日の付与義務があるためどの時点で不足分を付与これをですね言ってるんですよ、どの時点で不足分を付与するかと。 はい、仕事の予定や目標の達成にも影響が出てくるので注意が必要と、はいまあ、誰がどの時点で認確認するのかルール義務が必要例えば、忙しさを理由に発生から11ヶ月経過してる時点で、まあ、全く消化していない社員の場合最終月の12ヶ月目がどんなに忙しくても5日の消化が義務となりますと例えばよ、ね、4月1日に発生した人が、はい 3月,3月の、ね、1日前2月の28日まで1日も取りませんでしたとでその人が何かね、えー、すごく忙しいと例えばね3月がものすごい忙しいと、ね、なんか決算機の処理でなんか経理かなんかでもう絶対休めないみたいな人だとしても5日休めとということですねだからそうなるのがよくないよねってことだよね。はい で次のページ見てください記載例ということですね年次有給休,休暇が10日以上発生した従業員については当該年次有給休,休暇の発生日数基準日から、はいえー、1年を経過する日までの期間内に最低5日の有給休,休暇を取得しなければならないと、まあね、文言はこれ、俺が、ね、ちょっとバンと打っただけなので。 皆ささん考えてください。取得しなければならないとかね消化しなければならないでもいいしね、はい、消化するものとするとかそれでも何でも構いません全校の規定にかかわらず基準日から、はい、これもねこのちょっとここ線っていうかあのマーカー引きますけども10ヶ月っていうのは別に決まり文句じゃないのでね10ヶ月っていうのは別に決まりじゃないからね経過した日の属する日の給与の締め切り日において 年次有給休,休暇をこれは決まり文句でしょうね5日以上取得していなかった従業員について会社は当該従業員と調整の上5日に達しない日数分の年次有給休,休暇の時期を指定して取得させるものとするとこれがまあ新しい決まりですよね。だからここをどうするかなんですよ。 これがねちょっと私うーんと今考えちゃってどうその会社によってはやっぱ違うもんねあと部署によっても違うんじゃないのどの時点でその人に取らせるかと、はい、いうことですねただ、まあ、5日なので早めに取ってもらってお互いに心配しないようにしようねっていう方がいいよね。はいそれから あとは全校により年中休,休暇の時期指定をした従業員はその時期指定にかかる日に出勤することができないこういうの来ちゃうやついるからさ、ね、もう休めと出勤することができないと書いてあるねまたじねそうそう外で仕事じゃ事業場外においても労働することないもう念には念を入れて、ね、なんかもう、ね、働けっていうんじゃなくて働くな働くなって会社が念を押してるんだよ笑っちゃう世の中だよね本当にね。 はいといととうことなのねでも、これやっとかないとまずいわけなのね。はいということで、まず1点目、ですねそれから年次有給休,休暇の取得をこ、はい、ここですねこれ前も聞いたでしょう、例確かご参加された方前年取得発生日からとするか新年度発生からとするかを就業規則で特定しておくということですね。これ前にお,、ね、お伝えしたかと思うんですけども はい、これはやっといたほうがいいよ。以前にもちょっと、ね、手を挙げていただいたかと思うんですけど、ね、ちょっと今回、メンバーが顔が違っているから、ね、聞いいいてみたいと思います皆さんの会社で有給休暇を就業規則上当該発生年度から取得するのか前年度の残り分から取得するのかが確実、明確に決まっている会社は どのくらいありますか手を挙げてみてください就業規則で決まっている会社ありませんねはいあ一1人ね1人。はい。では慣例的に前年分発生から取得するんだと思って消化している会社はどのくらいありますかはい多いですねやはり新年度発生じゃないかという形で処理している会社さんどのくらいありますかはい まあ気にしてないわからない気にしてないわからないはいあの別に法律上の決まりはないですよね法律上の決まりはないのでええまえ、あ、心情的に考えれば自分が労働者だとしたら古いものなくなっちゃいますよね今年度でね2年で時効かかりますからですから前の分から取得した方が社員の方はいいよね社員の方はいいよねはいだけれどもええええあの やっぱりここは、ね、きなんでかっていうとね、えー、古いのから取得する新しいのから取得するっていうのを会社内で統一しておかないとね、他の会社から中途採用の人が入ってきたりとかある上司の人がね例えばねこの俺の社労士のね社労士がこのセミナーとか聞いた人がそうかと。 新規発生からでも問題ないんだとかね新規発生から取っちゃったりすると、はい、ばらつきが生じちゃいますだからきちんと定めておきましょうと。はい、でね今回注意してほしいというかもう分かってるかとね前回もお伝えしたんだけども5日の有給の発生というのは法律上の条文を見ると新規に10日以上発生させたら当該発生分から取らせろみたいな感じに書いてあるのよ。でも通達が出まして 通達ではですね旧発生分から5日取った場合はそれを満たすものとすると、はいまあ、結論から言えば昔発生した5日分で5日取らせてもこの強制5日制度はクリアできるんだということですよねクリアできるんだということも書いておいた方がいいんですよなぜかと,なぜかと、はい、昔発生分5日あの俺、ちょっとあの昔の前の発生分の5日取ったんですけども 新しい方、まだいつか取ってないんすけどとかいうやついるから、ねまあ、こういう言い方するかよくわかんないけどもね、取ってないんすけど、取っていいんすよねとか言ってくるやついるかもしれないから、ね、いやそうじゃないと、顔して取らせなきゃいけないんじゃなかったんですかとか、ね、いうやついるから、いや違うんだよということだよね。はい、そして今度は、はい、記載事例ですね、年次有給休暇の取得は、旧発生の年度分から取得状況、一言変えていけばね、それでいいと。 新発生の分はどっちでもいいです、どっちでもいいです、どっちでもいいですね、新発生、はい、それからですね、まあ、今回からやはり計画的付与が大事になるわけですね、計画的付与はいさあね、どうでしょう、皆さんね、ゴールデンウィークの連休って今年ありますよね、あれ、本当に10連休、<laughs> ねな,な,な,なんか言ってますけど、政府は10連休ね、間をね、なんかなんかね、 真ん中を休みにしてオセロのように全部休みになるようなことを言ってますけれども、皆さんの会社なります？はい。あそこねちょっと聞いてみていいですか？なんか連休で十連休になる会社ありますか？ちょっと手を上げてみおおいますねありがとうございます。もう会社でも決定事項ですか？そこはわかりました。どうなるかまだわからないという会社はどのくらいでしょうか？ 分かりました休みにはならないと思う、休みにはならない、分からないとこ、ね、希望は持ってますね、皆さんね、まだね。はい、ということで、そうですか、うん、あのー、ね、まあ、要は、この、あのー、計画的不要なんですけども、要はね、先ほどの飛び一連休みたいなケースですね、もしあれば使っちゃっていただいて、 有給をそこで消化していただいちゃうという方がお互いにストレスためなくて済むよ、ね、5日ですから5日ですからはいで計画的付与のやり方ご存知でしょうか労使協定を締結するだけです届けではいりませんのでただそれだけで労使協定のひな形はネットにありますので計画的付与労使協定で出してもらって 過半数労働者の方との、まあ、書面なツイントを頂い,いておけばキープしておけばそれでいいというだけですので、まあ、面倒くさい手続きもいりませんよね。はいいりませんよね。ということですね。はいじゃあねちょっと見てください。計画的浮与を実施するための就業規則の改定。はい届けでいりません。労使協定届けでいりません。はい、一斉扶与日を設定することができます。 例えば、年年末年始、はいまあ、例えば、ね、今年のようになんか、ね、金曜日が4日になったようなケースはどうするのかとかありますよねああいう場合一斉付与させちゃえばいいんですよでよく質問があるところ、はい、有給休暇のない人はどうするんですか、はい、特別休暇にしておいてくださいそして計画的を実施するための、はい、やり方は全一斉。 部署判別、個人別でも構いません、どれでも構いません、はい、労使協定の事例、右に載せておきましたね、何々株式会社と労働組合、別に過半数代表でもいいです、はい、まあ、こんな形で計画的付与を締結して、双方の署名、捺印ということですね。はいということです、じゃあ、1回ここでまたね、1時間経ちましたので、10分間の休憩をします。では、10分間休憩します。 はいお疲れ様ですまた再開していきますので、よろしくお願いします。あのちょっとね、あのー、前提条件でね、これもちょっと言っておきたいのかなと思うんですけれども、さあ、皆さんの会社で、林、ま、県、あ、監督署の林県あるかと思うんですけれども、隣、ま、県、あ、に立ち会われた経験ある方、どのくらいいらっしゃいますでしょうかね、隣県に立ち会われた経験。まああのあまり手挙げづらいですかね。<laughs> はいということでね、あのー、少しね、 えとまあ、その関係がするあるのでちょっとだけお話ししますと、ね、あの監督署はです、ねえーまあ、定期臨権、臨時臨権それから災害後のあの臨検と時臨時臨検臨時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 しま臨時臨時臨時臨あ臨時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 は時臨時まあ臨時臨時臨時、まあ、臨あ臨時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 臨は臨時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  あのそして、臨検の中の臨時の例えばいわゆる労働者からの申告に関して、まあ、確認するための臨検とあるわけなんですけれども、はいまあ、この間、ですねあのやはり、えー、とまさに臨検なんですね臨時の方で、まあ、来られた方いらっしゃいましたけれども、まあ、いろいろ私もね監督さん監督官が来るといい機会なの話をするんですけれども、はいまあ、今回ね働き方改革の後にやはり一番見るところは この有給のところを見たいんだということを言ってました。はい。だから有給に関してはまず言ってます。それからね一番の問題点はやっぱり労働時間ですよ。だからねとにかくねあのちょっとねまあ皆さんね担当者の方が今日多いので言っておきますけれどもサブロク協定の特別条項をまず出してるか出してないかで決めます。よろしいですね。臨検入るか入らないかねサブロク協定で。 特別条項がついててるかか特特別別条条項項ってご存知でしょうか特別条項というのは月45時間を超える場合のサブロク協定のことね特別条項がついていて、はい、そうしますと中小企業に関しましてはね、まあ、この後もも出てくると思うんですけども100時間未満と、はいまあ、大企業に関しては100時間未満でも中小企業はまあそれが1年免除なんですよ。 だけども中小企業も,もう100時間とか書かないほうがいいと思います。はい、でねこれは何でこういうことを言ってるのかというとええー、あのー、臨検入るとやっぱりや嫌なんですよね、り嬉しくはないよね、いろいろ、私もなんかこう目の前でお客さんの帳簿とかね、賃金台帳とかね、就業規則、自分が作った就業規則がチェックされてタイムカードに合ってるかとかね、自分で計算したものがあんまり嬉しくないよね、で是正とかで言るともっと嬉しくないよね。 はい、だけれどもねあの、えー、そんなになんていうんですかねその恐れるものではないと、まあ、逆に言えば臨検で調査してもらって悪いことを正してもらって良くなればいいじゃんというウェルカムよ、ね、という感覚で皆さん迎えていただいた方がいいと思います。でなのいのようなことを言うかというとあの人事総務の方はです、ね、何かこう自分が、ね、落ち度があるんじゃないかとかなんか自分がチェックミスで怒られちゃうんじゃないかみたいな気持ちになっている方がいたら。 毎日が面白くないででしょ大丈夫ですから全然大丈夫ですから、はい、むしろその時に積極的に来た監督官に聞,聞けばいいんです分かんないことはどんどん聞いてチェックしてで是正して直す褒められたりしますから直すとねお早いですねとかね褒められちゃったりしますからね、はい、ですから全然大丈夫だってことをまず先に言いたいなと思うわけですねちなみに まあこのあと人事総務検定とか、ね、ありますけれども、労働時間適正管理者検定というのがありまして、ね、これネットで調べてください、臨検対応やってます。はい、ほとんどやっているところなんてないと思いますけどね。はい、今日、資料お配りしていません管理職の方いっぱい見えています大手の管理職の方なぜかと、はいね、あ,のーまあ、あんまりやっているところないんですよね世の中で。 まあ、配ってないですよね、今日ね。労働時間適正管理者のね、パンフレットというところですね。はい。これ、後でね、私の方で、まあ、お伝えしますのでね。はい。それではね、先進めていきます。それでは、年次有給休,休暇、計画的風の労使協定まで見たところです。では、成立的取扱いです。さあ、成立的取扱いという言葉は知らないんですけれども、ね、私も最初知りませんでしたけれども、 年次有給休暇というのは人によって個人別に入社日からカウントして6ヶ月経過日、まあ、そこで発生ですよね、はい、そうすると社員が10人いたらまさに10人十色ですよね、はい、入社日がバラバラだとすると中等社員面倒くさいので例えば4月1日を一斉付与日にするといったような扱いになりますこれが精一的取扱いですねでそうするとね要は社員1人ずつ有給休暇の 残日数管理が面倒くさくなるってことがあるんですよ、今回の改正で。その時に、じゃあ、いっそのこと、今、一番タイミングとしていいので、ええええあの、ね、年次有給休,休暇の、はい、精一的取扱いを入れてしまおうと、ね、あ入れてしまおうということですね。はい、そうしますとですね、えーまあ、どうすればいいのかと。はい。てました個人ごと 個別扶養方式だと運用が面倒になる場合は一斉扶養日数を設けて扶養することができると、はい、この場合持ち日数に不利益が出ないように配慮すると、はい、では次ですね今度は、まあ、労働時間の上限の見直しですねはい、来ましたね、まあ、労働時間の上限の見直しということでさあ皆さんの会社が、はいえーまあ、どちらに、ね、入っているかということで まず中小企業の定義にまずこれに該当するかどうかに真っ先に確認入れてください。真っ先に確認入れてください。はい、真っ先に確認入れてください。はい。でまず上限規制に入ってこの中小企業に該当した会社さんは平成えごめんなさい2020年来年ですね。でここに該当しない企業は 大企業扱いになって。2019年の。4月1日とも待ったなしということになります。まあ、ご存知だと思うんですけどね。はい、まずここを押さえておいていただければなあというところですね。はい。で。いずれにしろ。ね、いずれにしろ。ええ、まあ、適用しなきゃならないということになっちゃいますので。まあ、今から準備しておく中小企業さんでも。今から準備しておく必要があるということになります。 はいそうすると改正により法律上時間外労働の上限の規制は月45時間年間360時間となり臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなりますとまずここを確認ですねはいでね。